聞いた？次の駅はピノコニーだって。夢見…でも車掌さん、招待状に書いてある宴の開始時間…あれ？スマホ鳴ってない？炭鉱ってば、ブローニャに減ねえ、炭鉱のところに。悪いが、今は世間話をする気分じゃないんだ。タンコ、ごめん、責めるような言い方しちゃって。理解してくれて感謝する。ベロブルグが祭りを開催できるようになったのはめでたいことだ。うん、じゃあタンコはゆっくり休んで。ああ。ほんと頑固なんだから。残念。せっかく旅行気分で出かけ。てるけど、それより姫子も幼児ちゃん、幼児ちゃんはあの年だからお祭りとかに魅力も。ねね、姫子に聞いてみない？もしかしたら一緒に来てくれるかも。そういえばあんたが乗車してから結構経つけど、ま、どうしたの？美月ちゃん。に、姫子、聞いて聞いて。ヤリイロ6の第四護士。炭鉱は療養中でどこにも行けないから、カカリアと戦った時だって姫子はめっちゃ美月ちゃんが誘ってくれてありがとう。でも少しやらなきゃ。ヤリイロ6での開拓の後はあんたたち、あ、それからナビゲーターのスケジュールって本当にギチギチな。そうと決まれば早速部屋に戻って荷物をまとめ。新しいドレスなんだけど、どうかな？ずっとクローゼットに入ってたよ。ただ着る気、めったにない機会だもん。ちゃんとおしゃれしていかないと。っていうかあんた、まさかその服しか持ってないの？うん、まあいっか。どれどれ、パジャマ、湯たんぽ。そういえば荷物まとめるの、確かにあんたっていつも軽装だもん。さっき幼児ちゃんがまとめたヤリイロ6、まだ過ごしやすいとは言えないけど、いいよ。それでどう？イエーイ！ヤリイロ6、ベロブルグ。借りたら返してもらうよ。吹雪の中で生きてきた人たちってどんな風にお祭りの日を過ごすんだろう。きっとどの世界のお祭りにも。あ、待って、あそこに立ってる人が着てるの、あの黒い制服、もしかあのスターピースカンパニーのことだよ。まだ思い出せない？
チャーリーは覚えてるよ。いや、それは今はいいや。仕方ない。こっちから挨拶しよう。ヤッホー！あんたってスタービ、ボス、ストレンジャーを2名発見しました。始末します。始末？何バカなこと言ってるの。今すぐ行くからそこで。どうも、はじめまして。私はトパーズ、スターピースカンパニーの。私の同僚はちょっと口下手なだけだから気に。はあ、びっくりした。軽い気持ちでお祭りに参加しに来たのに、また。あ、そうだ、自己紹介を忘れてた。うちは三月七日、請求列車の乗客。請求列車は聞いたことあるよね。なるほど、一目で現地人じゃないってことは分かったけど、そういえば聞いたことあったな。ヤリーロシックスが性格の影響から逃れられたのは開拓の協力があったからだ。何？急に謙遜しちゃって。へえ、まさかここで伝説の人物に会えるなんて。それにしてもトパーズって若く見え。とんでもない、ただ運に恵まれただけだよ。業務に追われて銀河を駆け回ってるだけだから。業務の部分を抜けば列車組の仕事とあんまり変わらないね。ヤリーロシックスがこんなに早くカンパニーと連絡。ビジネスの内容は二人が考えてるようなものじゃないかもしれないけど、後半の部分は同感。美月さん、さっきベロブルグのお祭りに。気にしないで、別に急いでるわけじゃないから。そうだ、心配してくれてありがとう。でも私たちなら大丈夫。私も彼もこの星に来るのは初め。もし私たちに縁があったらお祭りの会場で再会できるかもね。はい。うわ、あっさりカンパニーの管理職の人と連絡先を。うちもぜひ。いいな、ワキ。銀河にまたがる二つの勢力がこんな風に偶然出会うなんて運命。さてと、そろそろ街に入ろっか。うわ、人がいっぱい。記憶の中のベロブルグと全然違う。あれ、あそこにいる。あれってペラだよね。これからペラお姉さんが博物館。ベロブルグ歴史文化博物館は600年。お腹ペコペコ。うん、初代大知ってる上層部でシルバーメインの生活体験キャ。そして700年前、侵略。ベロお姉さん、いい加減にしてください。今から無駄話は禁。わかりますよ。ペラにもあんな怖い。今から博物館は。なあノーバート、教えてくれ、文化財の転売シルバーメ。そりゃあおじの。ああ思い出した、お前。そうだが。正直に言うが、お前少し。いや、俺だって自分から頼。えそう、何なんだあの中。うわ、口喧嘩になりそう。うち、これは。みんな静かに、もうすぐライブが始まって。せーばれ、せ跳ね上がるビート。あー疲れ。ねえ、そろそろブローニャに会いに行かない？それか、もっと他のところを見ての。
窮状はよく知ってる。大守護者様、現在のベロブルグの財政危機は君のせいじゃない。もちろんここの誰のせいでもない。でも事実として、ベロブルグが独立した政体として今まで存続してきた以上。おっと、大事なお客さんが来た。ブローニャ、それにトパーズまで。あ、もうビジネスの話を始めてるの？じゃあうちらはまた。大丈夫、ほとんど話し終わって、今は結論。大守護者様、どうか私の案を真剣に考えてみてほしい。ヤリーロシ。わかった、トパーズさん。少しもちろん、でも君が考えている間、私の同僚がベロブルグで必要な作業を始めるから。ごめんね、友達との再会を邪魔しちゃった。もう用事は済んだから、ゆっくり思い出話でもして。じゃあ私はこれで。ブローニャ、大丈夫？トパーズってあんなに強硬な一面。来てくれてありがとう。ごめんなさい、本当なら盛大に二人を迎えたかったんだけど、あのカンパニーの使者に四股二人の前だから隠さずに言うけど、正直今は太陽の日のことを考える気力がないの。ええ、面識があるみたいだから。彼女、あなたたちが初めてベロブルグに来た時、ここの歴史について聞いたことがあるでしょ。700年前のレギオン、多くの歴史的な事件は吹雪に埋もれてしまって、それらの記憶はトパーズさんが教えてくれた。700年前に性格がヤリーロシックス、その外来者の中にはスターピースカンパニーの投資者たちも含まれ、投資者たちは己の強度を守り抜こうとする謙遜者たちを探して、災害を回避するための多額の資金、その資金のおかげでベロブルグはこんなにも高い壁を築き上げられた。初期の自動騎兵の開発費も。そんなことがあったんだ。じゃあトパーズが言ってたビジネスって。ええ。何それ、よりにもよってこのタイミングで。うちらが性格を取り除いてなかったらその債務だって。彼女によれば、建造者とカンパニーの投資者が約束した返済期限は280年。借りてから100年も経たないうち、ヤリーロシックスが破滅レベルの打撃を受け、文明がなくなったと思ったカンパニー。でも性格の危機が排除されたことで、カンパニーはベロ。だから借金を取り立てるために。そう、ガンリ、鳥肌が立つくらい。あんなにすごい数字の羅列、あなたたちが入ってくる前トパーズさんに警告されたの。あまり返済を滞らせ。まさかこんなことになるなんて。うちカンパニーは。そうだね、うちらもブローニャを手伝おう。カンパニーのせい。スターピースカンパニーについてはあなたたちほど詳しくないけど、書籍の記録が正しければあれは全だから。だからあなたたちに、請求列車に救援を要請したい。私の代わりにトパーズさんを。安心してブローニャ、友達が困っ。うん、あんたは交渉が得意だもんね。ありがとう。また面倒ごと。二人がトパーズさんに会いに行っている間、私も対応策を。ねえ、この前トパーズからいっそのこと直接メッセージで居場所を聞いてみない？いいか先に考えておかないと。
れ、また君たち？初めて出会った星球列車の友達なんだから、この絵見たことある？私は芸術鑑賞に明るいわけじゃないけど、なんというか作品全体からまるで歴史を凝縮してそれを筆に乗せたみたい。ベロブルグの、いやいや、適当に分析しただけで、プロとは星球列車はいろんな場所に行ってるから、七死人の見識も俗っぽい言い方をすれば、私が見てるのは絵の技法じゃない。優雅に話してるところを。え、そうだったの？そうじゃなくて、ああ、歩きな。この博物館の展示品って大体はつまらないものなんだよね。でも軽眼があれば泥の中から宝石を見つけ出せるんだ。トパーズ、うちらブローニャからベロブルグのサイン。へえ、彼女は話したんだ。それで君たちは私に金、うちらはあんたが言って、うち恋そ、言いたいことはわかる。君たちから見る立場が違えば物事を見る角度も違う。それは至極当然のこと。期限内に返済できない個人や組織は、そのほとんどが己の口それよく言われるんだよね。債務者が現金で返済できない状況は戦略投資部にとって目でも、ヤリーロ6の滞納は履行期限を大幅に過ぎているから、もう大半。おっと、危うく企業秘密をもらう。ここの展示品は普通だね。大した価値はなさそう。昔の人たちが作った借金なのに、その子孫に返済しろだなんて。よく考えてみたら、これも宇宙の生命の輪廻の一部だね。うわぁ、見て、これってヤリーロ6の動物？白くてモフモフ、かわいい。どこに行けば生きた個体に。うん、大好き。前にカブに会ったよ。でもよく考えたら、この動物、あのトパース、一体どう。ブローニャたちはね、この世界を少しでも良くするために。美月さんたら、いずれにしても私たちが提案した解決策はベロブル、つまりうちらが心配する必要。安心して、大守護者は人並み外れた。それに君たちの質問に素直に答えるとしたら、答えは、急に威圧感が。だから君たち二人にはこの件について。あー、ごめん、同僚から連絡だ。もう行かないと。どうしよう、たくさん話したのに全然。それはそうかもしれない。結局トパーズは自分の仕事の原則。利害関係が複雑すぎて。誰からのメッセージ？人々の幸福を考慮するなんて。はあ、ま、うん、こんなこと言って。久々の余暇だし散策しましょう。ゼレ、来てくれたのね、よかった。悪いわね、あいつらの武器も操縦してる騎兵も私たち。でも重傷者はいないわ。遅延の仲間が何人か擦り傷を負っただけ。ほら、あの黒服の二人、さっきから校区の入り口を見張ってて誰も出入りさせないの。自分たち口が聞けないの？
コークが今どうなってるのか。さっき慌てて飛び出してきたコーフに聞いた話だと、コーク全あいつら資産評価だのなんだの言っておいて、仮想部の日常をかき乱してるだけじゃない。誰？さっきまで博物館にいたんだし、もしかしたらと、あんたたちが言ってるのってあの黒服たちの親だ。まあいいわ、パートーズだろうがトーパーズだろうが関係ない。今は急いで大航空を取り戻さないと。ちょっとあんたたち、人の言ってることがわからないの？二人とも立ちっぱなしで疲れてない？この二人、お前たちはこの前雪原です。なんだ、この前うちらを始末しようと。じゃあうちらの身分も知ってるよね、あんたたちのボス。いや、ここを離れるわけにはいかない。チームリーダーが言ってたんだ、誰か一人でも。へえ、あんたってチームリーダーでも。黙れ、カンパニーに入るために僕はある小惑星で6。カンパニーだの面接だの無駄話が多い。これ以上こいつと話しても意味ないわ。行くわよ。逃げ足だけは。これが17次面接を突破した実力。気を緩めないで。聞いた話によると、あんた準備はいい？行きましょう。はじめまして、私はトパ。クラーラ、館に帰る。でもスバル、彼女は客人でも友人、帰って待っている。クラ、私の情報に間違いはないみたい。大型ロボットと超、それはスターピースカンパニーのシンボルだ。ヤリーロ6。ああ、この呼び方は聞いたことあるかな。この結果は誰にも覆せない。あの七死人にも私が今考えていることは一つだけ。それは自分のプロジェクトに責任。長い目で見ればこれは、そうすることでこそベロブルグの長期的な利益を確保できる。長期的な利益が評価結果失敗。教えてくれ。それなら簡単。これを見て。これはソースコード。正確に言えばベロブルグの全機関輸。君も知ってるでしょ、過去700年間ベロブルグで製造された全ての機兵は。そして君はこの仮想部のどこかに巨大な交渉があることも知っているはず。そこにはたくさんの。以上が私の切り札。これで上層部を説得してヤリーロ6がか。でもまずはその大量の兵器が埋められた場所に。あん、理解した。あなたの言う長期的な利益はマクロレベルだが、今を生きている。彼らの未来はすでに買収された。私はその事実を受け。わかった。おう、意外と話が通じるんだね。あなたが語った未来は私の計算範囲を超えている。だが感情指導が教えてくれた。また計算結果によれば、私が協力を拒否した場合。その協力してくれてありがとう。道案内よろしく。すばら、コーフたちが集まってる。あんたたちが初めて来た時も似たような状況だったからじゃない。ま、ゴロツキやね、見て、あれってトパーズ。はあ、
あれって烈海のカンパニーの人間だから特別な敵。楽しそうに会話してるけど、嘘、本当。二人とも見て、本当だ。もしかして、誰か助けてくれ、黒服が襲ってきた。おい、聞こえねえのか。ふざけやがって、仲間の。言ってくれるじゃない、礼儀。ガツンと来るやつで行こう。よし、強化されたらまたやろう。あれ、カブちゃんなんか嬉しそう。でもこいつカンパニーの方についてたんじゃないの。おかしいわね。見て、下の方に上等じゃ。あれ、カブちゃんどこに行ったんだろう。あいつ丸くてコロコロしてるくせに意外と機敏なのね。仕方ない、ガイド役がいなくなった以上自分たちで。なねえ、そこのでかいの、ここは分散。無理やり校区に入り込んで、コウフタ、これは警告よ。今すぐここから出て行きなさい。お前は誰だ、なんだその口の利き方は。カンパニーの武器の威力を知らないのか。トパーズ総監のことまで知っている。お前らは誰だろうが知ったこっちゃねえ。債務者が期限内に返済しなかった場合、カンパニーは交渉の段階を飛ばして直接その資産をもらい受ける。その複雑なルールだって全部カンパニーが決めたものじゃん。この世界はやっとの思いで生き延びたばかりで、あんたたちの。これは上層部が決めたことだ。俺らはそれを実行してるだけ。そんなこと言われたってどうしようもねえんだよ。もういいわ、美月。こいつらに。あんた、カンパニーの武器は優れてるよ。なんでもね、聞かなかったことにしろ。この程度やっかいそう。ガツンと来るやつで行こう。お前ら一体何。週末中に正確に言論、どんな強敵にだって勝ってきたんだから。ダメだ、弾薬が切れて。リーダー、各プロジェクトチームが資産評価作業を行う間、現地住民当該指示に違反したチームは罰として構成員全員の年末賞与を 60% 差し。 60%? やべえ、全員消え、直ちに大航空から撤退を撤退。俺らがした痕跡を残すんじゃねえだろ。ええ、あの慌てた様子じゃ。そのトパーズって何者なの。烈海の生物を飼いならしてる。話せば長くなる。もうすぐ祝日だっていうのにどうして。お、メッセージだ。なんだか文字を見ただけでもブローニャの不安ゼールは。いいえ、あんたたちだけで言ってちょうだい。あいつがあんたたちに連絡したのはこのゼール。うん、行こう、クリフォド城へ。怖い顔しちゃって。大守護者様の命に
ここで泊まってもらおう。トーパーズさん。はあ、道理でこういう言葉があるわけだ。お金は借りた方が偉い。臭いこと言わないで、ブローニャ。大丈夫。ただ最近あまり カンパニーの行動は早い。でもあなたたちが言っていた大航空以外、特に激しい衝突は起きてないの。多分トパーズさんがそう命令したからだと思う。それでも市民の恐怖心が蓄積されていくのは止められない。黒い制服を着た見知らぬ人たちがどこから来たのか、どんな目的を持っているのかわからないから、誰もが戸惑いを隠せないでいる。じゃああれから改めてトパーズと連絡。ええ、だから二人にこれを見て。これって契約書。少し前にトパーズさんが送ってきたの。下には直筆の手が。先に内容を読んでから二人の意見を聞かせてほしい。ブローニャさんへ。この手紙ではあなたから見れば人情味に欠けたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。母性は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り、そうした中母性の自然環境はますます劣悪に。そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べました。カンパニーが私の母性を訪れるまで。環境問題の契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え、人々はマスクを外す。私が静止。ブローニャさん、自由は確かに大切な財産ではあるけれど、ベロブルグの私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約、あなたにとってこれが極めて難しい。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる。トパーズの手紙、かなり誠実に書かれてるね。あんたはどう思う？ええ、彼女は高い地位にいるカンパニーの使者だから誠実という武器の使い方を知っているのだと思う。いずれにしても彼女の言う通り、この星の運命も抱えている文明も過去に起きたこともこれから起こることも全てが私の指先にかかっている。これは絶対に私一人で決断していいことじゃない。うちもブローニャの判断。こんな重大な選択とそれに伴う結果をブローニャだけに背負わせるなんて。トパーズさんがくれた猶予はとても短い。本当は上層部と下層部の全市民に投票してもらう。今すぐクリフォト城の喧騒者を集めて契約締結についての話し合いを始める。市民の方は私の代わりにベロブルグでの名声が高いあなたたちが相手ならきっと本音を打ち明けてくれるはず。ええ、安心してブローニャ。トパーズはセット。ありがとうミツキ。私は大臣たちを招集する。みんなの意見を集めるなら上層部と下層部どっちも考慮しないとだよね。